どうもドラキュラです。はい、今日はですねこんな感じのドラキュラのハロウィンメイクをしてみたいと思います。今歯が入ってる、まあ、歯が入ってるのでしかもめっちゃ取れやすくて、どうにか下の歯で支えながら喋ってるので全然口が動かないかと思うんですけど、やっぱハロウィンじゃないですか。でちょっと一味違うハロウィンを過ごしたいなと思ったので今回男装を選んでみました。今回落ち着いたテンションというか、いつも落ち着いてるかもしれないんですけど、こんな感じのちょっとクール気取りなテンションでやってるので皆さんよかったら見てください。では早速メイクを始めていきたいと思います。はい、では始めていきます。ベースなんですけど、タッチインソールプライマーを肌全体に塗った後にポール&ジョーラトゥエクラファンデーションプライマーの1番を全体に塗って、で最近これすごいお気に入りなんですけど、メディアのクリームファンデーションを肌全体に塗ってマジックコンシーラーで気になるところを隠しました。で今回アイプチは断層をするのでこういう狭めの二重を作って、で横長めみたいにしたいのでちょっと横に引っ張る感じにつけてみました。カラコンがこちらのトロンプルイユワンデの赤いカラコンを装着します。装着するとこんな感じになります。着色直径が小さめで、断層とか他のコスプレでもすごい使いやすい直径かなと思います。ちょっとつけ心地はなんかうまく合ってないのかちょっと赤が見えたりするんですけど、まあこういうカラコンです。そう、粉も塗ってて、粉がこちらのキャンメイクマシュマロフィニッシュパウダーの ML です。これ結構肌白くなるのでおすすめです。首にもちょっと塗ってます。では始めていきます。まず眉毛から描いていきたいと思います。眉毛がこちらのキャンメイクカラースタイリングアイブロウの1番です。で茶色い方を筆に取って眉毛の上の方をなぞっていきます。こんな感じで上の方だけなぞれたら、上の方になるべく眉毛の位置をつけたいので下の方は軽く描いていきます。こんな感じでちょっとキリッとした眉毛を描いたら、次にアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウがこちらのルナソルマカロングローアイズの1番です。結構マット系のアイシャドウばかりで断層にすごい向いてるかなと思ってこちらにしました。まずアイシャドウの茶色を取って二重幅全体に塗っていきます。下にも細いチップで目尻3分の1をちょっと塗っていきます。ちょっと囲み目みたいに塗ります。そしたらボルドーのカラーを筆に取って目尻にくの字にふんわり入れていきます。そしたらハイライトの白いやつで涙袋を描いていきます。こういう感じで白いところに縦にチップを持ってきてこうやって平行に入れていきます。はい、すごいナチュラルなんですけどちょっとキラッとする感じで入れます。そしたらアイラインを描いていきます。アイラインがラブライナーペンシルアイライナー R の MBR です。こんな感じで楕円の形になってるので描きやすくて、しかもジェルなんですけどすごい自然な茶色なので今回ぴったりかなと思ってこれにしてみました。そしたらこれをなるべく平行に切れ長めになるように描いていきます。そしたら涙袋の影を描いていきます。ケイトダブルラインフェイカーで描いていきます。ちょっとニコってした時にできるここに薄く描いていきます。そしたら指でぼかします。で、あ、ちょっと濃いなと思ったらこういうスポンジとかの先端でちょっとにじませます。はい、描けたら赤みがちょっと気になるところがあるのでちょっとコンシーラーを使います。こちらのザ・セムチップコンシーラーの2番を使っていきます。気になるところに置いてスポンジでぼかします。隠せたら次にノーズシャドウを入れていきます。ノーズシャドウの代わりに使うのがこちらのインテグレートフォルミングチークスの BR310 番です。ブラウン系のチークなんですけど、なんかねいい感じにノーズシャドウにも使えるので最近使ってます。じゃあこれを鼻の横
に入れていきます。で、眉毛の下にもちょっと彫りを作ります。こっちが塗ってない方で、こっちが塗った方です。結構変わるかなと思います、チークだけど。はい、こんな感じで塗れたら、隣のカラーを指にとってハイライトとして使います。で、目の下にも少し入れます。そしたら次にリップを塗っていきます。リップをちょっと断層ということで、唇を狭く、顎をちょっと長くしたいので、輪郭をさっきのザ・セムで消していきます。ある程度消せたら、こちらのロレアルパリカラーリッシュモイストマット N の292番を塗っていきます。このラインが次の動画で全色紹介すると思うんですけど、この色が結構ね、使ってるとめっちゃ可愛い色で気に入って使ってます。これを結構狭めに唇の中央の方に塗っていきます。こんな感じで塗ったら、ちょっと輪郭をぼかします。はい、唇がちょっと薄くなるように塗ったら、ここに私唇が小さいので影を入れていきます。さっきのダブルラインフェイカーで、ちょっとニコってした時にできる影をちょっとなぞって描いていきます。はい、描けたらさっきのチークを指にとって、ちょっとここら辺に影を作ります。そしたらあとはウィッグをかぶっていろいろ調節して完成になります。なので、ちょっとウィッグをまずかぶります。はい、どうでしょう。はい、メイクが完成しました。結構ね、断層感が出てしまったかなっていう感じがします。今歯をこんな感じで歯をつけてるんですけど、これのせいでね、滑舌が悪い。サシスセソがちょっと今厳しいんですけど、少年系になってしまったかなという感じがあります。まあ、ちょっとなんかクール系が良かったんですけどね、多分声がね、全然見た目と合わないと思うんですよ自分なりの低い声を出していこうと思うんですけど、すいません、昨日お酒飲んだんで結構酒焼けが気になるかと思うんですけど、今回のポイントが眉毛をちょっとキリッとさせて、男性らしいちょっと目にするためというか、丸めだと結構可愛い印象になっちゃうので、細めの二重幅にして男性っぽくしてみました。あと彫りをちょっと深くしてみたことと、あと唇、私が小さいからなんですけど、結構影を描くことで口を拡張しました。それにしてもこのカラコンがめちゃくちゃ発色よくて自然な感じなのでおすすめです。ウィッグが Amazon で購入したんですけど、インマンのブラックのショートを購入しました。これもすごい自然な見た目なのでおすすめです。ボリュームも全然出ないタイプのウィッグなので、変に頭だけモコッとすることがないので、めちゃくちゃいいかなと思います。で、あとこのマントはドンキホーテで買ったもので、このシャツはユニクロのメンズを今着てます。血のりをね、買ったんですよ、100均で。こういう、これをね、つけていきたいと思います。血のり初めてで使うの。指で塗る、綿棒とかを使うとスムーズらしいので、綿棒を使います。よいしょ。わあ、こんなにトロトロなんだ、びっくりした。ここら辺だよね、血のりって。だいたいドスぐらい感じにならないんですね。びっくりした、それは。
こんな感じでいかがでしょう。初の血のりにしては結構うまく塗れたかなと思うんですけど、はい、うまく説明できたかちゃんとわかんないんですけど、断層のドラキュラでした。皆さんもよかったらハロウィンでちょっと一味違うコスプレをしたいっていう方は断層よかったらしてみてください。少しでも参考になれば嬉しいです。では今日の動画はここまでです。少しでも気になってくれた方はチャンネル登録と高評価お願いいたします。ではバイバイ。